ごめんね、話し合い途中になっちゃって。これからバイトでさ。いえ、いくつか目星はつけられましたから、また日を改めて相談しましょう。ミサネ、バイト頑張って。お疲れ様でした。じゃあ今日は解散にしましょうか。はーい。ああ、リンリン、帰りに寄り道していってもいい？もしかして駅前のお店？ NFO の新しいグッズ見に行きたいの？さすがリンリン、あこ気になってるやつがあるんだ。それじゃあユキナさん、氷川さん、お先に失礼します。お疲れ様でした。ええ、お疲れ様。フライヤーを片付けたら私たちも行きましょう。目星をつけたイベントは後で詳細を確認しておくわ。はい、このイベントとこのイベント、あとはあ、そのフライヤー、メジャーデビューしたバンドのものでしょ？すみません、こちらは関係ありませんね。やっぱり何か気になっているようだけれど、どうかしたの？あ、いえ、このバンドが出るイベント、ヒナも出演すると言っていたので、事務所の後押しもあって、そのバンドと同じ新人枠で出られることになったそうです。そう、パスパレも。とはいえ、それの何が気になっているのかわからないわ。それはその、このバンドはヒナと同じステージに立つんだと思ってしまって。どういうこと？このところよく考えるんです、ヒナと並ぶためには何が必要なのかと。ロゼリアのギタリストとして自分の音に誇りは持っています。ただそれでもヒナの音を眩しく感じてしまう自分がいる。今の私の音にはまだ何かが足りていない、そんな気がしています。技術的なことだけではなく、経験も。経験？ロゼリアとパステルパレット、大きな違いは何だと思いますか？違いはいろいろあると思うけれど、目指すものも違えば、音楽に対する考え方も違う。その点も大きな違いですが、プロとアマチュア、それが最も大きな違いだと思います。メジャーの世界で活動するバンドは、私たちが得られない経験を重ねている。ロゼリアでは出演できないイベントにも参加することができるように。あなたもメジャーの世界に行きたいということ？もしかしたらそこに私の望む答えがあるのかもしれないと感じてはいます。さよ。とはいえ、これは個人的な問題ですので、港さんたちを巻き込むつもりはありません。ロゼリアが進む未来は5人で見定めるべきですから。ロゼリアの未来、念願だったあのフェスのステージで見た光と影、あの光の中に未来はある。私たちが歩むべき道は、その時が来ればおのずとわかるはず。もしかしたら、メジャーの世界で音楽をする選択もあるのかもしれない。かつては、お父さんの光を奪った世界。音楽を売る場所だと思っていたけれど、ミラさんと出会って、それだけじゃないとわかった。自分なりに音楽を楽しんで、音楽性を高めている人もいる。でももし、その世界に行くとして、私は何のために行くの？メジャーの世界は、多くの人が大きな成功を求め目指す場所。けれど、商業的な成功にも、音楽の世界での評価にも興味がない。ロゼリアを多くの人の支持を集めるバンドにしたいわけでもない。その道に、光はあるの？